東広島。この番組は東広島市から生活や子育て、催し物などの情報をお送りします。就活生の保護者向けセミナーを開催します。最新の就活情報や声のアドバイスについて解説します。対象は就活中または今後就活を始める学生の保護者です。2月25日土曜日午後2時から。場所は東広島芸術文化ホールクララの研修室です。お問い合わせは雇用対策協議会事務局までどうぞ。マイナンバーカードの申請は2月末までに。マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が12月末から2月末に延長されました。スマートフォンから申請ができます。お早めの申請をお願いします。出張申請サポート会場や訪問でのサポートも行っていますので、ぜひご利用ください。詳しくは広報誌2月号をご覧ください。お問い合わせは東広島市マイナンバーカード出張申請サポート事務局までどうぞ。親子で楽しくちょこっと運動広場を開催します。骨密度、体組成測定、体チェック、運動遊びなどを行います。2月26日日曜日午前10時から。場所は総合福祉センターです。対象は市内小学生以下の子と保護者。定員は10組、先着順です。詳しくは広報誌2月号をご覧ください。お問い合わせ、お申し込みは医療保険課までどうぞ。東広島市民ミュージカル上映会さがり松の狐を開催します。森に暮らす小狐と人間の子供たちが出会う豊坂に伝わる言い伝えをもとにしたお話です。2月26日日曜日。場所は東広島芸術文化ホールクララ小ホールです。料金は自由席500円です。お問い合わせ、お申し込みは市民ミュージカル制作実行委員会事務局までどうぞ。続いて図書館情報です。黒瀬町内で活動しているボランティアによる読み聞かせがいつでも楽しめるお話のシャワーを開催します。2月25日土曜日と26日日曜日。場所は黒瀬図書館チャイルドコーナーです。お問い合わせは黒瀬図書館までどうぞ。子どもの読書活動に関する交流会を開催します。おすすめ絵本のブックトークや読み聞かせの実演、絵本リストの配布などがあります。3月7日火曜日午前10時から。場所は中央図書館1階読書活動室です。対象は子ども読書活動に関わるボランティアの人、子どもの本に興味のある人です。お問い合わせは中央図書館までどうぞ。韓国文学の世界をテーマにした大人の読書会を開催します。3月21日火曜日午後2時から。場所は中央図書館1階読書活動室です。対象は15歳以上で、定員は5人、先着順です。申し込みは窓口または電話で2月21日火曜日午前10時から受け付けます。お問い合わせは中央図書館までどうぞ。春のブックカフェを開催します。ブレイディ・ミカコ著、ノンフィクション、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーを読んで集まる読書会です。異文化・多様性について感想を語り合いませんか。3月26日日曜日午後2時から。場所は市民文化センター2階研修室です。お問い合わせはサンスクエア児童青少年図書館までどうぞ。マイタウン東広島では市民の皆さんに暮らしに役立つ情報をお送りします。次回もどうぞご覧ください。